ジョイクロ、キビさん。おジョイクロ。ジョイクラだよ。ジョイクラ。で、これはチャイニークラッシュって書いてあって買ったんだけど、ちょっとこれ今から投げに行こう。キビさん、これね、値段が1個2500円なのよ。うん、安いね。本物はすごい、もう売ってないよね。プレミアついてるような。もう数万円しちゃうみたいな。数万円するの？もう大人気で。それの、人気がなるとやっぱり、本物の人気って間の真似が出るじゃん、うんうん、ということだと思うんですけど、ちょっとこれさ、いろんな3つ投げようと思うの。俺本物知らんからさ。俺も投げたことない、うん、見たことはあるかもしれんけど、まあ、うん、何がすごいんかもよくわからんから。で、この予備のがいっぱい入ってんのよ、これ、うん、ティップがね。これで十分じゃねえって感じだね。わかんない、投げてみよう、うん、まずこれはティップなしで投げます、うんうん、これね、ティップがついてない状態で投げるパターンと、あとこれティップ付き。これはこれ、おひれ。おひれつけるよ。おひれはこれ。おひれも2種類あったな。2種類あるね。おひれが一緒か。あ、予備がついた、予備。これ短いのか。あ、短いひれもあるか。じゃあここもちょっとやらないかな。キビさんつけました。これ口がこうなってて、このこれをつけたパターンと、うん、あとこれつけて、これさ、こいつはさ、こうティップがでかいやつ。でかいやつ。これティップ、これ、これはこのサイズでしょ。デカと小があるの。これちょっとつけてみて。でかい。2種類?2種類ある。こっちか。うん、バカッとはめて。取れない?ん?どうだ?押して。こんな感じか?うん、合っとるね。合っとる?合っとる。じゃあこれで、投げ比べてみよう。これつけて。うん、つけて。リップなしバージョン、このヒレ、リップ付きちっちゃいバージョン、このヒレ、あとこのバージョンにこのおヒレ。俺これよりこっちの方が好きなんだけど、なんか。そうか、まあ好みやけど。あ、これエキスプライドのちょっと今日も強風なんですけど、すごい風だね。ちょっと見てほしいんですけど、うん、ハイパワー X のビッグベイト。あ、ビッグベイトやん。ビッグベイトってこと。1710、うん、ヘビーのスーパーヘッビッグ、うん、要するにこれは、これよく見える。 84g まで投げれる。あ、そうなん、うん、ルアー見えるか。84g まで、ああで、これ 60g なんで、ああ、いけるな、余裕でいけます。いけますで、16ポンド巻いてます。じゃあちょっとラインが細いな。このタイニーの、うん、この何ていうのかな、どういう動きをするの。チャイニーな、チャイニー、チャイニー、チャイニー、違う商品になっちゃうから。一発目はこれ投げますね。リップがなくてグリーンで、この赤い、ね、赤いやつな。で、ちょっと泳ぎの方、キクさん撮ってください。あの、俺のキャストはいいんで、このルアーの動きを。全然見えん。どこ行った、まあ、やっぱり老眼のやな、見えない。カメラに映ってるかどうかがわからん。やっぱ寒いな。なんだこの風。ちょっと寒いな。ちょっと一緒に降りようか。気取ってるよ。行くよ。はい。キャストはもう 60g 超えてるから、めちゃめちゃ飛ぶね。軽く投げてます。飛んだか。で、普通にダダ巻きしていきます。ちょっと早すぎんじゃないか、枕。うん、こういう感じ。お、なんかそんなに泳いでるね。泳いでる、全然泳いでるよ。ただ水が汚いから見づらいな。見づらいね。まあ、向こう、はい、あそこから普通にダダ巻きね、まっすぐ、うん、ちょっとゆっくりめね、ゆっくりめ、スロースローで。見えねえ。潜っちゃってるね。あ、来た来た来た。で、まあ、ちょっと近くで撮って。来た来た来た。こういう感じで、これ見て。あ、スローシンキングなんだね。うん。あ、これ釣れそうやん。ほら、いや、釣れるよ、これもう。六丸がね、六丸が食ってくるイメージだね、俺の中で。ちょっとこれ綺麗な湖で撮らん、今日濁っとる。見えないな。濁っとる。で、じゃあ早巻きしてみます。早巻きも回収みたいになっとるやんか。これこんな感じ。IG系だね。 IG 系だな、早く巻くとね、ちょっと。うん、いや、だからまっすぐこう、スーッと引くとこう、うん、IG 系っぽい感じなんだけど、うん、まあ、ちょっとこうやるとこれゆらーっとこういう感じ、うん、やっぱそういうゆらーっと泳ぐのがそういうこれのイメージなんじゃない。うん、ジョイントになっとるから。これ見て、ゆふらーって言ってるでしょ、うん、そうそうそう、それそれそれ。だから、あの、人によって言うことが違って、うん、このタイニーをさ、いや、チャイニーな。あ、ごめんごめん、チャイニーをさ、間違ってるから。あ、ごめんごめん、あの、高橋さん、これ部品がボロくて折れたり、ああ、いろいろ悪い噂聞きますよと。ちょっと、あの、手元も取って、手元も。顔に丸写しになったら、いやいやいや、顔面丸写しにしたってもいい。そうか。あ、これ、いや、向こう行った、向こう行った、うん、これこれこれ見て、うん、この動き、これね、うん、だから近くでちょっと泳ぎよ。遠く遠く、ごめんね、ここ見えてる。
見えとるけど こんな感じ。これ S 字になってない？ S 字がいいよ、やっぱ S 字系だよこれは。で、あのすごくいまいちだっていう人と、いや実は本物より動きがいいっていう人もいるの。あ、このチャイニーのこと？そう、チャイニーかな。あの要するにあの中国だとドラえもんのパクリもあるぐらいだから、うんうん、何でも パクリ合いなんだよな。で、文句あるなったら喧嘩しようっていうのが今の世界のスタンダードじゃん。あ、そうね、気になんかで喧嘩しようやって、うん、やってるわってな。ってだから盗むない当たり前なんよ、うん、っていうところで、これ盗んだかどうか知らんけどな。まあ模倣品だよね。うん、だって名前までチャイニーっていうのが、うん、完全に舐めとるよな、チャイニー。舐めとるというか、いや舐めとるでしょ、チャイニークラッシュとかで。で中国と戦争するかって話になるわけじゃん。なあ、で戦争になったら、舐めとんだよ。いや人が死ぬから戦争まではしないわけなんだけど。いや向こうは舐めとんだよ。見て見て動き、そんなこと言う動き。見えない。どこ？沈んどる。沈んどる。ここを見てな。本当に見えなかった今。いやだから沈んどったの。沈むね、スローシンキングで。じゃあ近くでやるよ。ほら追いかけてよ。ほら行くよ。うん。沈んじゃう。やっぱ透明度がなさすぎだこれ。ここじゃダメだよな。無理だ、見えない。あの琵琶湖とかさ、ああ、クリアウォーターのとこで、うん、だな、撮ろう。ちょっと見えないよマジで。ただちょっと一応これな、うん、お前の手元撮ってるわ。みんな手元だけど、うん、もう引きになっとる。うん、手元撮ってこうモンスタードライブでね。で巻いてる感じ、動きはねすごくいい。あ、来たぞ、来るぞ来るぞ、見て見て見て、ほらこれ見て、すごくいいわ。 あの動きはすごいほら。いやいいよ、何にもせんでも、うん、S 字で泳ぐ感じ。撮ってこれ、普通に巻いてるだけでほらタイトなの。撮ってよ、普通に巻いてくるよ。普通に巻いてるだけでこれ S 字、もう普通に巻いてくるだけで S 字。ちょっと投げてみて、うん、じゃあおこのチャイニー。ちょっと待って、うん、イメージを。あ、こういう感じね。うん、ちょっと近くで、もっとこっちこっち、もっと一回近くで取らして、もっと糸出して、糸ちょっと出して、なんで引いて、引いて、ここで普通に引いてみて。結構意外にいい動きするんだよほら。でストップして、そう、チョン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 って、ちょっと投げてみて。あ、釣れそうなあ。うわ、これ見て、このケツフリで、これうわ、魚が弱ってるみたい。いいね。ああ、いいよこれ。それだって釣れるって有名なんだから、チャイニーは。引っかかっとったから見て。ああ、今のはな、これで今の動きやりたい。ああ、そうかそうか。この方がいいじゃん。いやだからチャイニーはすごいんだよ。すごいなチャイニー。たまにさ、偽物が本物を超えることあんのよ。ああ、いや超えとる超えとる本当か。いや本物知らないから分からん。俺も本物が分かんない。ただやっぱりでもどうせお金があるなら本物買いたいよな。ただやっぱり中学生だとに買えないじゃん。1万円とか2万円のルアーって買えないじゃん。買えないな。あと投げるたびにもうロストが怖くて投げれないじゃん。ああ、もう飾っとくだけだ家に。でこれ2500円だったらなんかちょっと普通のとか、ね、なあ、ちょっと巻いて巻いて巻いて、もっと早く早くプレゼントで。沈んどるやまだ。これこれこれ、巻いて巻いて巻いて。めちゃめちゃいい動きすんな。ねえ、もっと引いて引いて。これめっちょっとやばない、これ。いや釣れる、ちょっと釣れる。これちょっと病院に引いてくるわ。うんうんうん、多分食ってくるだ。うん、食ってくるかもしれん本当に。軽く投げてるだけだからな。思いっきり投げれない。いや投げれるよ、投げれるけど、まあ距離出さなくていいよ今は。来たか来たか。うん、バス追ってきてないか。見えない、どこにあるか。潜っとる潜っとる。そんな潜ってないけど。チョンチョンチョンってやった、そこでチョンチョンチョンって、こっちで、こっち向きでチョン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 って。あんまりね、あんまり加えない方がいいから。いやいや、加えるもんなんだよこれ。あれチョンチョンチョンって巻いてくるだけで。出してちょっと巻いてくるだけで。こうしてこうやってやるとこもいいもんね。もうこうやってやったらなんか魚がヒラ打ってるギーノがね。あんまやりすぎない方がいいな俺的に。いやちょっと持ってくるわ次の。ああ変えよルアーを。ああ変えるか。ミスさんすごいねこのルアー。ちょっと見せて見せて、貸して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 。動かないで動かないで。貸して、ちょっとあなた人の話聞いて。これをちょっとこう取るから。ああこれね投げたくてしょうがないこういう状態ね。
ギップがあるタイプでちょっと潜るのかな。で尻尾がこれの場合、じゃあ近くでいいかな。ちょっとシンキングだもんね、これでもね。スローシンキングだね。いろんなパターンがあるかも。シンキングでこれがついたらどうなるの。いや、チャイニーも、俺はアマゾンで買ったんだけど、いろんな種類があった。80グラムもあるし、だから種類が豊富で、いろいろパターンあるんだけど、ちょっとそれ、これは浮くね。あ、ティップつけたからかも。つけたら浮くの。ちょっとこっち見て、こっち。こっち。もっともっとこっち。ティップつけたら浮くのか、もしかして。あ、めっちゃいいじゃん、これ。尻尾のか、こっち。キクさん、こっち。うわ。カメラの前。これ。ほら。ちょっとカメラの方に。ちょっと。ほら。え？行くよ。うん。ほら。ぐねぐね。もう一回やって。こっちの方がいいね。うん、あ、全然頭振るじゃん。いや、さっきと全然もう違う。ティップつけただけで、うん、この巻く感じのあれも違う。ちょっと軽く投げて、もう一回巻いてきて。じゃあ、いいよ、いくよ。うん、巻いて。巻き抵抗がめちゃめちゃ出た。出た、うん、さっきは巻き抵抗なかった。なかった。巻き抵抗がすごい。あの、ティップつけるだけで、うん、ちょっと水が汚くて見えない。結構潜って、寝掛かりやめてよ。ああ、やばいやばい、めちゃめちゃいいじゃん。これ寝掛かりしちゃう。こっち寝掛かりする。こっちこれ釣れるな。あと、なんか思ったよりでかく感じない。ね、もう一回やって。あ、浮いてくるね。スローフローティングだ。さっきのはシンキングだったよな。ああ、なんでだろう。種類が違うんかも。いろいろあるんか。あ、じゃあこれはもともと浮くやつってこと。なんじゃない。じゃあそれ今身のティップ取ってやってみる。ね、なんでちょっと俺も投げさせて。じゃあちょっと俺も巻いてみるわ。これも一応重さは60だけど。ああ、めちゃめちゃ重いやん。重いやろ。じゃあ巻き抵抗が、うん、ちょっと俺の方も取って。このさ、巻き抵抗が、ああ、半端じゃない。半端ないやろ。ちょっとこっち見て。あ、いいよ、もうそろそろ来るぞ。重い、すごい。来た、潜っとる。どこ。来た、やっと来た。潜っとる。これ巻き抵抗半端じゃない。もう巻いとる感が、これ寝がかるわ。寝がかるな、ここだと。うん、完全に ここでやるのが間違っとる。見えないし。これ映して映しとるはずやけどな。これ映っとんか。いや、あんた目悪いな。見えないこれ。うん、あんまり見えない。いや、だから、あの、竿を意識して。いや、竿は見とる。竿からあそこだなって。映っとるよ。見えないか。映っとるけど、ルアーの姿は正直見えない。これが見えないの。うん、いや、こっちに映っとるのはね。え、見えたで。くずまで、すごいな。ちょっと、これやばいわ。本家超えてるかも。本家知らないだろ、だから。いや、知らんけど投げるやん。ああ、で、まず巻き抵抗が半端ない。巻き抵抗すごいね。もうなんか釣れてるみたい。うん、これすごい。でかいのしか食ってこないな、これは。これ巻き抵抗がまずすごい。でも30ぐらいだったら食ってくるかな。振ってくると思うな。いや、これやばいわ。あ、やってるお前。チャイニー、これさ、こうやってやるじゃん。うん、もうドゥル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 ってするもん。ああ、まあね。穂先見て、穂先。ほら、リップがすごいから。先取って、穂先。リップがほら、穂先見える。見えるよ。これブルブルブル。ああ、ブルブルしてる。引いていく。感度いいね。もう釣れてるみたいだ。すごいね、これ釣れてるみたい。いや、そうやな。小さい魚が釣れてるみたいなイメージだ、これ。すごい巻き抵抗で。じゃあちょっと15センチだな。これ取って。15センチの魚釣れてんだよ、これ。ティップ取ってみます。血がついちゃった。さっき俺、指にまた頭、ちょっと不器用すぎて、この針新品や。指にぶつかって血まみれになってる、今、右手が。でも結構俺、タフやろ。気にしないやろ、俺。気にした方がいいよ。ブザー刺さっちゃった。ちょっとこれで巻いてみます。何これ。ん、物が違う。物違うの。いや、だからティップがないだけで軽い。軽くて、うん、もう全く違う。もう軽々。あ、どう、沈む。あ、浮くな、こっちは。浮くタイプだ。尻尾が違うんじゃない。でもこれ浮くタイプだ。浮くタイプだな、うん、さっき沈んだったもんな。スローシンキングだったもんな、うん、尻尾によるんじゃない。尻尾か、尻尾の重さで沈むのか分かんない。種類が違うかも、いろいろ買ったから。行くよ、見て。これ
これこの動き。あ、沈んだ。なんかちょっと水が汚すぎて、わかんないけど、ごめんね、見づらくて。こうやって見ると、YGK っぽいね、これ。こういう感じで。ただ、やっぱりティップつけた方がいいか。なんかこいつ微妙だな、正直。いや、こういうフラフラがいいんだよ、また。もうちょっと SGK のフラフラしてくれる。いや、だからこうやってるの、ちょんちょんってこうやってるの。こうやって、これね。ちょん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 ってなんだ、これ。泳いでるよ。だから、竿の動かし方で、まあ、ドッグウォークみたいにこうやって竿先見て、俺を取って全体ですよ。こうやってやるだけで、こうやって S 字をやってくれる。こうやってちょんちょんちょん、見てよ、ちょんちょん、泳いどるやろ、これ、ちょんちょん。で、ちょんちょんやらずに、こうやって普通に巻いてくるだけだと、こうやって基本まっすぐっぽいよ、ほら。それあんま釣れないな。いや、IGK が釣れるんだよ。その動き釣れないわ。菊さん、釣り知らんね。いや、それ釣れんと。あんた釣りを知らないわ。あのね、ん、あの、今は IGK っていうのが、いや、IGK わかるけど、5年ぐらい入って、逆にこれがいいって言われてるんだよ、うん。いや、これは IGK ちょっとイマイチやな、俺的に。あ、お前はな、見てみて、これ IGK 見て。いやー、イマイチスーッとまっすぐ来てるでしょ。だから、アピール力足らない、それ。だからその場合は、こうやって。やっぱね、そう、それ。いや、それはちょんちょんちょん。これじゃないともうね、意味ない。まあ、またもう知らんねえな、釣りを。まだ、ね、意味ない。だからこれ見て、竿先取って俺、こっち見て、こうやってちょんちょんちょんってやると、ちょんちょんってやるだけで、こうグイ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 ってこう、アクション、これちょん、これやるだけ。違う、釣ってる、違う、いいよ、もう多少俺血じゃないし、絵の具。いや、見てちょんちょん、見てあれ、ルアどこや。ここ来たこうやってちょんちょんちょんってやるのがいいんだけど、ただ一つ思ったのは、ティップつけると物が全然違う。つけた方がいいな、俺的に。めちゃくちゃいい動きなんだけど、これ取って、ただあの水抵抗、水抵抗が半端なくて、これつけると、これね、よいしょ、これね、これつけるともう重い。まあ、それの大小もあるからさ、見てこれ、絶対つけた方がいいよ、ほら、つけるともうなんか泳いでる感が出まくり。ただ水抵抗がすごすぎてもう釣れてるみたい。小さいやつだとまた違うと思うよ、あのあれの。ああ、そうか、抵抗がね。こうやって巻いてくるだけですげえわ、食ってこんか。いや、食ってくる可能性ある、まあ冬だから普通にゆっくりこうダダ巻きしてくるだけで、この場合はティップつけると、見てもらったら分かんないけど、バスがフィーディングしてないか、見て、見えない、来た来た来た、もう普通にもうこうやって泳ぐ、ほらほら、これちょっと釣れそう、マジで釣れそう。釣れると思うよ。チャイニーだもん、だってチャイニーすげえな。チャイニーのお前舐めたらあかん、チャイニーの力。本物使ったことないから、あれ釣れた、これ。お、釣れた。フィッシュ。ちょっとこっち来い。こっち来い。フィッシュ。フィッシュ。フィッシュ。来た。ごめん、食ってない。ぐらい水抵抗ある。こう25センチの、あ、ゴミがついた。ゴミがついたな。あの25センチの魚釣れてるみたい、常に。これ巻いてるたら20センチの小バスが釣れたぐらいの、このモンスタードライブでやって。それぐらいの抵抗があるってことね。もう釣れてるみたい。25センチの、20センチぐらいかな。コバスゴを釣れちゃったぐらい水抵抗がティップをつけるとある。これでもいいんじゃない、ねえ。どれが一番釣れんだろうな。まあティップつけるとさ、根がかりしそうだな、これ。まあ誤算がちょっとまずいな、これだ。2500円だけど、根がかりは嫌じゃん。てか、キュウさん、寒くない？寒いもん。ちょっと俺も正直やめたいもん、寒すぎて。あんた釣り熱湧いてないね。今から朝までやるよ、俺。もう手がもうかじかんでん。もいやいや、できる。手がもう、これ見て、手がかじかんでんだよ。ちょっと俺の映して、これ竿全体、これ釣れてるみたいだな、こうやってやるだけ。もうちょっと大げさに言ったら釣れてるみたいな。うわーって、すげえわ。ちょっと俺、これビッグベイトと言われる範疇のね、60g とか使わないじゃん、まあね、基本。ただ良さが分かった。
どういうふうに良さ分かったの？いやこれで釣れたら嬉しいっていう。あ、釣れたね。ただ、うん、このティップ好きに関しては、うん、正直負荷がまあまあ手にかかる。ああ、まああんま投げれないか。うん、ちょっと疲れが きちゃうな。まあまあな水でいこうよこれ。ティップなしの方が、ティップなしだったら全然軽いんやけど、ああティップつけちゃうとすごい水抵抗。ティップの小さいやつにしてみような次。ああ、ちっちゃいの。これでかい方か。うん、でかい方だよ。あ、ちっちゃい方がちょっと。ちっちゃい方だとまたちょっと動きが違う。これそこついてるもんだって頭。マジで。根がかりじゃ根がかり。根がかりも可能性ある。これ一応かわしてくれとる。これ釣れそうだわ。真面目な話。うん、いい動きするね、全然。うん、めちゃくちゃいい動きよ、ね、チャイニー。うわ、怖っ。危ない危ない。刺さったよね、さっき。ということで、チャイニークラッシュ、正直、なかなか動き素晴らしかったです。素晴らしいな、うん、あのいいじゃん。で、ちょっと大きさはまあまあ大きいけどね、うん、これが14、15センチあるやな、ここから、はあ、15センチぐらいある。15ぐらいあるかな。ちょっとでかいんだけど、うん、全然多分釣れますよ。多分っていうか、これは普通のルアーの倍釣れるってやってるの、チャイニーは。普通のルアーの倍？もちろん。じゃあマジで？じゃあ何のために高いの？え？いや、チャイニーだから、これ。これは模倣品やから、うん、タイニーっていうのは、うん、本家は、うん、普通のルアーの3倍も4倍も釣れるから値段が高い。いや、人気があるんだろ。いや、釣れるから。釣れるの？だから釣れ、マジで？あの、言っとくけど、うん、釣れんかったら人気落ちるから。いや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 、なんかビッグベイト今までいっぱいあったやろ、うん、で、淘汰されてきたビッグベイト腐るほどあんのよ。ああ、そう。それは釣れづらいから淘汰されるんで、タイニーはなんでここまで非常に人気があるかっていうと、ああ普通のルアーの倍釣れるから。マジで？だからシャッドとかの倍ぐらい釣れちゃうから。お前騙されてねえか。ほんとか。いや、ほんとそうやって聞いた。じゃあ、うん、俺は使ったことないんだけど。なんか嘘くせえな、それ。いや、ほんとにやばいんだ。なんかうまい、うまい、なんかさ。え、なに？広告の打ち方がうまいとかさ。そうなん？そんな感じじゃねえの？いやいや、絶対違う。で、じゃなかったらそんな高い前1万円とかさ、で売れないよ、うん、普通の。だからファンがついたんだよ、ファンが。いや、だから普通のルアーの倍釣れるから、ああすげえってことでここまでなって。いや、これ釣れるらしい、釣れるらしいっていうの噂が広まっちゃって。うん、間違いそれ、うん、いや、俺知らないもん、タイニーのこと全然知らないやろ、うん、だからマジでやっぱりタイニーっていう。いや、やっぱ 俺的にはさ、ロザンテとかなんか5倍ぐらい釣れそう。いや、それは分かんないけど、うん、俺は使ったことないんだからね、うん、ビッグベイトを。お前もあの、用釣りシャッドの方が釣れると思ってるやろ。もちろんな。そりゃお前、これ今撮影だから、お前そうだな、本当のことも言えんぞ、なかなか。なかなかな、うん、いや、ただ真面目な話、うん、多分今までビッグベイトいろいろあったけど、タイニークラッシュのこの人気はちょっと異常かな。まあ、そうなんだ、俺全然知らない。で、実際みんな釣ってるわ。で、ジョイクロでも釣れるけど、うん、正直ジョイクロよりもやっぱりこのタイニークラッシュで釣ってるっていう動画が多いし。そうなん。評判が全然違う。あれはダウズスイマー。ダウズスイマーもいいんだろうけど、うん、それはタイニーと比べたらダメなんだ。ダメとは言わんけど、そのレベルが違うよね。まずクソ高いからタイニーは、うん、だってもう売ってないから。この間タイニーの新作3万5000円やで、うん、高すぎだろそれ。いや、だからもうみんなそれ分出しても買いたい、欲しい、うん、だからそれ戦略うまかったんだよ。違う、釣れるから。釣れ、いや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 、だからジョイ君を正直、うん、シャッドと比較したら、うん、引き数はシャッドが勝つと思う、うん、ただ重さで言ったらタイリーが勝つ、うん、要するにでかいの引っ張るから、うん、で、例えば俺オサンショウの方が釣れると思うけどな。だからジョイ君とタイリー比較したら、うん、おそらくジョイ君の倍釣れるの、タイリー。だからこのビッグベイトやばいってことで、うん、みんなが使う。チャイニーは俺タイニーとあんま変わんないんじゃないかな。俺もそう思うな、うん、正直、うん、これ多分ね、これ片言パクっとるわ、はあ、あの比較したらおそらく片言もそのままなあ。でこれだったらもう結構ね、ストラクチャーとかでもタイトに攻めれるから。そう、そういうことだから2500円じゃん、うん、普通のぐらいよりちょっと高いぐらいやん、まあ、そしたらでもしょうがないかってな。怖がらずに攻めれる。攻めれるから。ってことは超過倍や。倍だよ。そういうことだよ。最高、うん。だからタイニーはね、うん、恐れ恐れ使うから、うん、俺的にはあの超過倍どころか半分なんじゃないかな。これ1万円のルアーは、ね、投げてさ。投げれないよ、まあ、主に。いいよ。うん、でこれもっと普通ピー5号とかやってさ、うん、ブチブチやっても、うん、ずっと使っとったら傷んどってさ、うん、投げた瞬間プツーンって飛んでいくことがある、ね。あるな。泳いで取りに行かないから。いや、この。ここでも撮るのも大変やのに。そうだろ。そうだよ。
取りに行かなあかん。だからやっぱ俺はね、ルアーはね、5000円までかな。そうやな、なんぼなんで5000円でもちょっと投げる気せんわ。3000円までかな、正直言うとな。うん、あとこれ寝かかしそうだもん俺、うん、この誤算で。多分1日やったらお前寝かかりすると思う。寝かかりさすなお前は。いやだってこれ今そゴツゴツ当たっとるぞ、うん、ちなみにこれ手前がね50センチぐらいしかないの、うん、で奥も1メーターないぐらいだから、やばいな。そこに当たったりする、これ寝かかるわ。食ってくるかもしれんな。もうな、そこに当てとったら食ってくるかもしれん。なんか重すぎてもうすでに左手疲れとるし、こうやって巻くならいいんだよ、うん、この左手が疲れるな、うん、支えとる。ということで、うん、最後菊池さん投げて、うん、すごいやろう。最後大エントする。いいよ、思いっきり投げて、気をつけてよ。うおー、対岸まで行けるな。対岸まで行けるな。早巻き、早巻き、早巻きして、もっと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 、チャイニー早巻き、もっともっともっと。うわすごい。うわ、なにこれ。うわうわ、ちょっと待って、今のすげえじゃん。もう一回やって、もう一回。絡んどるやん、今のは絡んどる動きやん。ただティップつけるといいやろ。いいね。でこれで釣れたらまた嬉しくない？いや嬉しいよこれ。ビッグベイトで釣れたら、明日からこれしか使わないかも。投げて投げて、普通のルアーの倍釣れる。早巻き早巻き、全力全力、よっしゃ全力。うわ負けない、全力負けない、これ全力全力、負けないってマジで全力全力。うわ負け、はい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 、沈むな、沈んどるやん。負けないってマジです、抵抗強すぎて早巻きできない。そうか、でもう一回投げて、早巻きマジ向こう投げて、向こう投げて。じゃあストップアンドゴーやってみよう。ストップアンドくる、こうやって菊さんちょちょろってやって、ちょちょろってやって止める。これこうやってやったら、こうやって手伸ばして、うん、みんなこうやってやっとる、みんなやってるからモノマネだ。そう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 、そんな感じ。なんだこれ。いやみんなやっとるよ。要するにストップアンドドドドドってくるの。抜けてそう、いや釣れるんだってみんなやってるから。うん、それそれその動き見た。もう一回最後、最後ストップアンドゴーだ。これいいよな、このルアー。行くぞ、よし行け行け行け。飛距離もバズ、よしよし、ストップアンドやれ、そうそう、やれやれ、うわ負け、すごい抵抗だ、やれやれ、すごい抵抗これ。ちょっとルアーどこだ、ルアー、ひらひら打ってまくり。このひら本当にいいね、うん、ここまでグデグネするってすごいアピール力じゃん。止めるとこ、うわ素晴らしいよこれ、アピール力すごいよ。ということで俺はじゃあこれ今から投げていきます。釣れるぞ、よし。じゃあ皆さんありがとう。今日ちょっとね、おそらく今んとこはまだ使い込んでみてからまた言うわ。今んとこは120点、ああ素晴らしい、すごいね。